はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女4月15日アップデート放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで先ほどですねロビが更新されましたので早速見ていきましょう。まずはフレンド機能アップデートのお知らせということで、フレンド機能がね新しくっていうか、まあ新しい機能が追加されるようですね。4月19日のメンテナンスにてということで、明日ではなく、また5日後ぐらいかな、あのメンテになります。フレンド機能にマルチフレンドとグループ設定が実装されますと。マルチフレンドについて、1、異なるサーバーのフレンドをマルチフレンドとして登録できるようになりますと。天下獣王、群雄走破、皇室の陰謀など各種ユニバーサルイベントにて別サーバーのプレイヤー情報画面よりフレンド申請を送ることができますということですね。まあ、なので今までは自分のサーバーだけしかフレンドになれなかったんですけど、まあ、お隣のサーバーだったりとか、まあ、群雄で一緒になってる、同じユニバーサルグループのサーバーだったりとかの人と、フレンドかなになることができるようになりますよということですね。で、2番目、ホームページのフレンドおすすめのプレイヤー検索機能をアップデートいたしました。サーバー名 ID とプレイヤー名 ID を指定して別サーバーのプレイヤーが検索でき、フレンド申請を送ることができますと。まあ、この検索機能もね、別のサーバーに対応しましたよということですね。で、3番目、マルチフレンドの人数も現在のフレンド上限に制限されますと。まあ、今の上限内かな、今のフレンドの上限内にマルチフレンドも追加されるっていうことかな。まあ、なので、まあ、上限いっぱい来てる人は消さないといけないってことですね。で、4番目、マルチフレンドと切磋することができます。まあ、自分の中では、ですね、まあ、これが一番の利点になるのかなと思います。まあ、他のサーバーのね、まあ、例えばサーバー1同士で切磋したりとかができるようになるっていうことですね。で、5番目、2位のサーバーのプレイヤーとチャットできるようになります。これはね、まあ、ユニバーサルサーバーとか、まあ、今だと天下とかでも今だったら普通に個人チャットを送ったりすることができるので、これはどういうことなんだろうね。うん、なので、まあ、ここの5番に関してはどういった仕様になるかはちょっと分かりませんが、まあ、できるようになるって書いてあるので、まあ、現状でもね、個人チャットはできるようになったりはもうしてたんですけど、まあ、果たしてどうなるかってことですね。そしてグループ設定、1番目、ホームページのフレンドにて、すでに登録したフレンドをグループに分けることができますと。まあ、今までのね、フレンドがただ並ぶだけではなくて、ですね、グループに分けることができますよと。まあ、自分のサーバー、まあ、他のサーバーみたいなね、まあ、大まかに言えば2つの、グループに分けることができたりしますよと。で、2番目、デフォルトでワールドフレンドとマルチフレンドのグループが設定されています。その他に最大10個のグループを設定できます。3番目、設定したグループのメンバーは自由に編集でき、同じフレンドを複数のグループに入れることもできますよということですね。まあ、なので、まあ、グループ設定はまあまあまあ、グループを設定することになるので、特に説明はいらないかなと思いますが、まあ、フレンド機能にね、アップデートが来ますよということになります。ただ、これ明日ではなくて、19日のメンテナンスになるので、変えようかな、とかになるのかなと思います。そして、一朝一夕。ランダムで40から80%の元宝が獲得可能。期間内に初回元宝購入時のみ、倍率により特別ボーナスをゲットできますよということで、こちらが4月18日月曜日23時59分までとなっております。まあ、ただね、これ、普通の一朝一夕なんで、大吉祭ではないですね。必ず大吉が出るようなやつではないので、まあ、普通に 40% とか出ますよということですね。なので倍率が高い時に課金している人は課金するとボーナスがたくさん返ってきますよというイベントになっています。そして新 MR かなになります。悲壮の騎士ということで、逃れられない運命は悲しい、死のよう悲壮の騎士、トリスタンのオペラのような人生はまだ終わらないということで、歌かな、これ詩かな、まあ、どっちでも読めるんですけど、この場合どっちで読むのかな。ということで、期間が4月21日木曜日23時59分までとなっております。ということで、大きい画像を出しておきましょう。こちらですね、トリスタンが新 MR キャラとして登場いたしますよということで、まあ昨日おとといぐらいからね話題になっていますが、ブラウザー版にね放置少女がブラウザ版ができまして、そちらの方にはね、もう、
まあ実装ではないですけど、図鑑に載っているということで、まあ詰めが甘いというか、ですね。なので、もう情報はね、上がってるんですよね。今ちょっと探してるので、もうちょっとお待ちくださいということで、トリスタンがね、まあ弓なんですよね。まあ騎士と書いてあるからね、武将かと思わせぶりなところがあるんですけど、これが弓なんですよね。で、まあ面白いことに、あれなんですよね。弓で、残影と盲目を両方使えるタイプになります。ということで、今、トリスタンの画像が、図鑑の画像を持ってきたんですけど、まあ、今、トリスタンが陽の陣営で、まあ、弓となってて、まあ、奥義もね、トリスタン・カエサル、新王政利典で、開く奥義となっていますよ、ということですね。で、そして、ですね。よいしょ。大きさこんなもんでいいかな。で、アクティブスキルが、まあ、スキル1が範囲攻撃4名の 800% なんですけど、敏捷値が ×8 が加算されて、で、毎回攻撃前に敵の残る HP が 50% より高いときはダメージが倍になるタイプですよ、ということですね。で、毎回攻撃後 100% の確率で2ターンの間敵を盲目罪悪状態にさせますと。でね、盲目罪悪、盲目自体はそこまでだったんですけど、罪悪がつくことによって、罪悪スキルになることによって、使えるスキルになりましたよと、いうことで、余ダメージを 30% 減少。で、攻撃が命中しないたびに、余ダメージが追加で 10% 減少。まあこれ相手の話なので、まあ、相手がこっちに与えるダメージが減少していきますよということですね。で最大 40% 追加減少可能ですと。まあ、ここには書かれてないですけど、もちろん命中も下がると思います。そして、すべての攻撃後2ターンの間、自身が残影、生後状態になり、回避率が 50% 増加、受けるダメージが 40% 減少、回避するたびに受けるダメージが追加で 5% 減少しますと、最大 40% 追加減少可能ということで、やっとですね、今まではもう本当に残影だけみたいな、副将と盲目だけみたいな副将はいたんですけど、これ両方、しかもスキル1に両方詰め込まれているタイプの副将がやってきたかということですね。まあ、これはやっぱ理想的な組み合わせというか、もっと早くいてもよかったんじゃないかなぐらいの子ですね。で、残影は生後ですね。盲目は罪悪ということです。で、もちろんね、デバフを使うということはね、今、アクティブスキルの中に、状態異常耐性無視がなかったぞということで、パッシブスキルですね。パッシブスキルを見ていくと、しっかりパッシブ1に状態異常耐性無視が 65% ついておりますということで、盲目も比較的つけやすい状態になっていますね。これは非常にいいかなと思います。まあ、ただ特殊パッシブはなしということですね。うん、なしですね。で、敏捷値はレベル ×360 と最高値もらえていますと。で、命中値がね、入ってきてるんですよね。ここがもったいないかなと。で、回避値があって防御貫通ですね。があるので、まあ、回避値がね、これあることによって残影は生きてきますんで、回避値だけだとやっぱ死んじゃいますけど、これ回避値プラス残影っていうのが大きいかなと。これしっかり組み合わされているのは、トリスタン大きいかなと思います。で、あとは神髄共鳴スキルがね、防御力によって敵の攻撃力ダメージを減少が割合になりますかね。で、固定が知力ダメージ減少なんで、まあ武将の攻撃はあっさり受けてしまいますよと、まあいうことにはなっていますんで、まあちょっと防御面は、まあ残影でどこまでかわしきれるかっていう感じになるのかな。で、今のところ、物理防御貫通がないので、まあこれは武器についているのかな。専属武器についている形。あと体力値もなさそうなんで、体力値も武器についているのかなと思います。専属武器の情報は出てないんでね。まあおそらくこの2つが専属武器についているんではないかなという予想ですね。で、あとはアクティブスキルの2番目かな。で、残り HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃する。6回連撃攻撃ですね。まあ、さすがにスキルには6回連撃になっています。毎回 600% の追加、物理ダメージを与え、さらに自身敏捷値 ×8 のダメージが加算されますと。そして毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より低い場合、ダメージが倍になりますと。これ大きいですね。敵を撃破するたびに攻撃回数が1回増加、最大6回増加可能。これ撃破条件なんでなかなか難しいですけど、ですね。まあ、なんとか取っていきたい感じですね。で、敵を撃破するたびに攻撃回数が増える。すべての攻撃後、自身が総ダメージ 30% の HP を回復します。回復タイミングはちょっと遅いし、スキル1には回復がついてないねっていうところかな。スキル2の回復タイミングも遅いですと。で、そして、
有益状態、正誤状態を含むのターン数プラス敵の撃破数 ×1、ってことは敵を撃破すれば、まあ、有益状態、正誤状態のターン数を増やすことができますよと。こういうことで、まあ、正誤状態、ですね、この子は自分で残影入ることができますんで、まあ、そのターン数伸ばすこともできますよということですね。そして4ターンの間味方6名を、これはまあまだ情報出てないのかな、ちょっとチェックしますか。超月かな、これな、超月って呼べばいいのかな。で、それが正誤状態ですね。まあ、きっと、神髄共鳴スキルの仲間だと思うんですけど、あ、出てますね。こちらになります。自身敏捷値 ×2 の知力ダメージを減少させることができます。知力か。まあ、この子、なぜか知力ダメージ減少に、持ってきてますね。うん。で、それを味方にもつけることができるのかな。そうですね、味方6名に全員につけることができますよということになりますが、まあ、ただスキル2なんで若干合わせるのが難しいかなっていう気はしますね。ということで、まあ、この子はね、残影と盲目で回避値もしっかり持ったですね、この回避を使う理想形には一応なっているのかなと思いますが、まあ、毎回毎回言うように回避と命中に関してはレベル差補正がものすごくかかるので、やっぱりレベル差っていうのは非常に大事になってきます。まあ、なので、高レベルを維持できる方ですね、サーバーでももう本当に、トップ5とかトップ10、トップ10だと もう低くなっちゃうのかな、トップ5ぐらいにレベルで入っていける人じゃないとやっぱりちょっと対人で、使っていくのはしんどい気がしますね。いくら盲目とね、残影か両方持ってるとはいえ、レベル差でね簡単に覆されてしまう可能性もありますんで、まあ、ここはやっぱり、使う弓として気をつけておきたいところかなと思います。はい、ということで、これがトリスタンですね、明日来るものになっておりますということです。そして、ですね、ここから再販枠ですね、再販枠で買い物デートということで、たとえ日常で同行するのもドキドキします。買い物デート、諸葛金はあなたと一緒にショッピングする時間を楽しんでいますということで、右の画像に出ている女の子ですね。大きい画像もあります。こちらですね、UR1000 の、アバターになりますね。諸葛金です。ということで、再販もやってきますよということですね。こちら4月21日木曜日23時59分までやっております。そして、栄華銀月が特殊なのが、神髄タンパックかな。トリスタンが来るので、神髄タンパックが来ますよということです。ですね、下の方も言っていますが、水引きのパックはなしみたいですね。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、金曜日のアップデートなんで、情報量はそこまで多くないんですが、トリスタンがね、もう事前情報で出ちゃっているので、まあ、本当にこのまま来るかは、まあ、さておき、まあ、おそらく来るでしょう。うん、なので、まあ、この弓ではね、やっとかっていうぐらいの、残影と盲目をセットで、使える子が来ますよということになります。まあ、やっぱり最初がね、スキルが範囲攻撃なんで、スキル1がね、まあ、どうしてもやっぱ高レベル用向けになってしまうのかなと思いますんで、やっぱりレベル差っていうのは大事にしていきたいキャラクターかなという感じがしますね。はい、ということで、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。